皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡名喜織江です。今回の番組では区政この1年令和2年下半期と題して、令和2年7月から12月までの区政の動きやイベントなど区内の話題を振り返っていきます。令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベントが中止や延期となりました。そんな中、7月5日日曜日、東京都知事選挙の投開票が行われるなど、少しずつ日常が戻り、夏以降一部のイベントや施設が再開され始めました。まずは8月と9月の区内の動きからご覧ください。8月3日月曜日、中央清掃事務所内にフードドライブの受付窓口が開設されました。フードドライブとは、家庭で使い切れなかった食品を持ち寄り、福祉団体や施設などに寄付する活動です。区ではまだ食べられるのに廃棄される食品ロスを減らし、食品の有効利用を図ろうと、令和2年新たにフードドライブの窓口を設置しました。集まった食品はフードバンクを通して必要な人に届けられます。区内4カ所の公園内にあるジャブジャブ池が7月17日金曜日から9月6日日曜日まで開設されました。久松児童公園には多くの親子の姿が見られ、子どもたちはじょうろやボールなどを使ったり、思い思いに楽しそうに遊んでいました。一方、こちら越前堀児童公園内のジャブジャブ池では噴水やミストなどで楽しむ姿が見られました。照りつける太陽の下、子どもたちは弾ける笑顔で夏のひとときを満喫していました。9月5日土曜日、総合スポーツセンターで区民体育大会総合開会式が開催されました。この日は選手宣誓が行われたほか、スポーツ活動の普及に貢献した団体や区内外の大会で優秀な成績を収めた方などに、中央区体育協会から感謝状が贈られました。また公開演技としてソーシャルディスタンスを保ちながら民謡とラジオ体操が行われ、感染対策をした上で例年とは異なった雰囲気での区民体育大会の幕が上がりました。9月12日土曜日、築地社会教育会館で手作りのマスク作りを学ぶ講座が開催されました。これは現在の生活において欠かせないものになっているマスクを作って楽しんでいただこうと開かれたものです。皆さんはレースやガーゼの生地を材料にマスク作りを楽しみ、完成したマスクをつけてそのフィット感を試したりしていました。9月21日祝日、トルナーレ日本橋浜町広場で久松警察署の主催イベント久松交通安全フェスティバルが行われました。交通安全にちなんだクイズをはじめ、飲酒運転やシートベルト着用への啓発のきっかけとなる体験コーナーなどが設けられたこの催し、訪れた皆さんは爽やかな秋晴れの中、交通安全の大切さを学んでいました。9月26日土曜日、日本橋地域で街角展示館秋の体験ツアーが開催されました。うちわと扇子の老舗伊庭線、呉服問屋一益多源などをめぐり、文化資源についての解説を聞きました。さらに組紐の老舗流工房の職人による組紐制作体験が行われ、参加した皆さんは中央区の歴史や文化に触れる貴重な機会を満喫していました。フードドライブの受付窓口は中央清掃事務所に加え、
1月4日月曜日から新たにご覧の3カ所が開設されました。お持ちいただきたい食品など詳しくは区のホームページをご覧ください。続いては10月の話題です。10月1日木曜日、都心と臨海地域をつなぎ、地域の発展を支える新しい公共交通機関、東京 BRT の第1次プレ運行が始まりました。定時制・速達性の確保や輸送力の増大などを可能にする東京 BRT 第1次プレ運行では、晴海から港区の新橋を経由して虎ノ門ヒルズまでのルートを走行、2022年度以降の本格運行を目指しているということです。10月17日土曜日から郷土天文館タイムドーム明石で企画展新規登録区民文化財展2020が開催されました。区では郷土の文化財として保護する必要があると認めたものを中央区民文化財として登録しています。この企画展では令和2年度に区民文化財として登録された門跡橋の親柱及び高欄、清川玄道関係文書の2件を紹介、パネルや歴史資料が並び、中央区に関する知識をより深められる展示となっていました。10月25日日曜日、浜町公園で開催された浜町ハッピーハロウィン2020。新型コロナウイルス感染症感染対策として、手や指の消毒、検温を行った上で、多くの子どもたちが集まりました。仮装大会やお菓子の配布などが行われ、大きなにぎわいを見せたこの催し。お化けやキャラクターになりきった皆さんは、元気いっぱいの笑顔を見せていました。10月16日金曜日、浜町公園で開催された花と苗木の即売会では、パンジーやビオラなど季節を彩る草花を買い求める方たちの姿が見られました。続いて11月の話題をご覧ください。11月3日の文化の日、中央小学校で新富座子ども歌舞伎錦秋特別公演が開かれ、義経千本桜、吉野山などの演目が披露されました。新型コロナウイルス感染症の影響で公演が相次いで中止となった新富座子ども歌舞伎、久々の本番の舞台に立った子どもたちは、限られた時間の中で積み重ねてきた稽古の成果を存分に発揮していました。11月8日日曜日に中央区まるごとミュージアムが開催されました。区内全域が会場となり、中央区の文化的魅力を丸一日楽しめるこの催し、銀座三越では中央区街角展示館が集合し、訪れた皆さんは展示された数々の逸品をじっくりと鑑賞していました。東日本橋で発祥したとされる大衆演芸講談が夜間堀不動院で披露されたほか、けん玉を体験するイベントや絵画展、展覧会など区内各地で数多くの催しが行われました。11月12日木曜日、晴海トリトンスクエアの第一生命ホールで都心臨海地下鉄新線推進大会2020が開かれました。平成28年4月に国土交通省の交通政策審議会の答申において、国際競争力強化の拠点である都心と臨海副都心とのアクセス利便性向上のために意義があると位置づけられた都心部臨海地域地下鉄構想。およそ420人が集まった会場では、有識者講演のほか、この鉄道の実現を目指す決意表明などが行われ、熱のこもった大会となりました。11月14日土曜日、
坂本小学校坂本こども園の新校園舎落成式が行われました。式典では関係者からのお祝いの言葉が贈られたほか、児童たちから新しい校舎の紹介や感謝の言葉が述べられました。さらに授業で取り組んでいる和楽器の演奏も披露され、参加者全員で新たな学び屋の完成を祝いました。11月15日日曜日、佃公園で生き物発見会が開催されました。自然の魅力に気づいてもらおうと活動しているボランティア自然観察指導員の解説のもと、秋に見られる植物や生き物を観察した参加者の皆さん、赤く色づいた葉っぱや赤トンボ、樹皮などの比較的暖かい場所を好むというヤモリなどを発見したほか、その特性について指導員から学ぶなど、身近な場所での観察体験を楽しみました。昨年は鳥の日が3日あり、浪岡稲荷神社で鳥の市が開かれました。11月2日月曜日の一の鳥に訪れた参拝者は、商売繁盛を祈願し、福をかき集めるための熊手を買い求めていました。続いて12月の話題をご覧ください。12月16日水曜日、 NPO 法人花街道が主催する歳末クリーンウォーク2020が中央通りで行われました。近隣の企業にお勤めの方などが参加したこの日には、中央通り沿いの花壇の清掃とチューリップの球根植えを実施。皆さんは色とりどりのチューリップが咲く春の中央通りをイメージしながら協力して作業に励みました。12月17日木曜日、晴海中学校でオーストラリアのパラリンピックアスリートとのオンライン交流会が開かれました。生徒たちは障害を持つ原因になった出来事や競技を始めた時のことなど、アスリートの皆さんの体験談を聞いたほか、パラリンピック本番に向けた意気込みを選手に質問するなど、トップアスリートとの貴重な交流を楽しみました。新しい年に向けたにぎわいが区内各所で見られました。12月25日金曜日から31日木曜日までの期間、人形町通り沿いで年の市が開かれました。年の瀬を迎えた人形町では、毎年この時期、しめ縄飾りなどのお正月飾りを売る露店が出店されます。通りには新しい年を迎える準備をする買い物客の姿が見られました。一方こちらは築地場外市場です。築地に数の子、かまぼこ、伊達巻きなどお正月の食卓を彩る食材が数多く並ぶのは年末ならではの光景。訪れた皆さんは年末年始を自宅でゆっくり過ごそうと、お店自慢の一品を買い求めていました。築地魚河岸にも多くのお客さんが訪れていました。来場者たちはお店の人におすすめの品物を聞くなどして、築地での買い物を楽しんでいました。さて、お伝えしてまいりました区政この1年令和2年下半期、いかがでしたでしょうか。現在も新型コロナウイルス感染症は私たちの生活に大きな影響を与えていますが、番組では変わらず区政をはじめ地域の話題などの情報をたくさんお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。